最終決戦。え、最終回？このゲーム。ラスト？マジ？わからんけどな。俺たちの戦いここからだ、エンド？これ。俺たちの胃袋はこれからだ。そのパターンある。最後の決戦。ブルーヒミルはギネスイトの決戦。まあ、その中に、ほと中将ことサレス相手がいるはず。やるしかねえ。でもこっちはベンジャミン、そしてイリナ、最後に俺このね三重心揃ってますから、やるしかないよ。お、聞いた？まあまあ恩師ではあるからな。俺は絶対解放する。イブコア平和艦隊。平和艦隊っていうのがもうルビでイブコアだから。イブコアイブコアみたいなもんだからこれ言ってること。でも平和艦隊イブコアだったらちょっとあれだな。かっこいいというか機動戦士ガンダム感あるよな。俺の情報だと俺とハルとイレナの艦隊で出撃するらしいね。じゃあ後でな。やっぱそうだよな。あ、お、ポリス、はい。はい。おぉ、妙国、0600って言うかな。0600。頑張りましょう。いやー、ここに来てきちまったな。これ、士官学校の時のチームと思えば、確かそうのはずなんだよね。そうだったはずだから、激圧戦かい。士官学校の、チームで俺は出るぞ。なん、どうする、何個艦隊だと思う？2桁いく。こっち亀の中川家みたいなの。よしよし、イブコアのために戻ってきた俺らが。場所は違えどな。オッケー、所属部隊は違えど、イブコアのために合流した、この、俺ら3人、やるしかねえよ。はい。必ず勝つ。そして2人でより高いゴール目指そう。いやー、この、サルスクレプト解放作戦みたいな、やつもさ、あれまだ十何話とかだったからね。ほんとに。20話とかも言ってないよね。だよね、やっぱそうだよね。模擬戦以来。そうなんだよ。今回俺らは助ける番だよ。ロッジェスの意志をね、無駄にせず、ロッジェスの意志を助けに行くようなもんだから、この戦いは。やるぞ。戦う。そして勝つ。6個艦隊！ウルルヒ艦隊撃破、来ちまったか、ついに、この時が。50レベルマックス。T 字。やっぱそうだよね。ラストそうだよね。でもほとんど使わなかったなぁ。対空使わない。砲、まあ、砲矢は移動使うけど、核翼使わない。区形使わない。眼光もあんま使わない。眼光使うぐらいだったら横列でいいもんね。愛獣と砲矢は使う。まあ、移動で。まあ、愛獣は使わんけど。50で対空戦闘 A いかんのかい。いや、でも最終決戦っていう文字の時に、ほぼラストバトルみたいな時に、レベルマックスいけたのは、非常にありがたいね。よかったわ。楽しい、これ。この戦い楽しい。逃げ回ってばっかりだけど。やってることは全く同じだけどさ。楽しい。やっぱ優秀すぎるよね、これ。攻撃。強い！T 字すごい強いけど難易度高い。防御力があるのは前に5人いるからだと思うわ。防衛しやすいってことだと思う。で、横を向かれた時も狙われるのがその T 字の端っこにやついるやつだけだと思うから、そういう意味でも一石しか犠牲にならないって意味でも強いのかな。中列一石なんやね、これね。
そうなるんだ。だから前にいたのか。なるほど。ほら、ローリングス、順調なってるし。これもう現世になっちゃいけない？こうやって見ると、あ、強ローリングス順調。これが終わったら、ね、どっか行きません？お茶でもせん？お茶でも飲みに行かん？トンプソン。スレちゃまも結構強い。あ、カークさん、13レベル上がってる。ほら、防御力やっぱ高いわ。いや、ここまで来たらもうこのパーティーで行くか？まあ、ブラガさん、変えたいところではあるけど、もうラストバトルだしな、なんか変えるわけにもいかないわ。どうせステータス見れないだろうし。これで行きますか。ゴーディンさんをここで見ててください。次のイブコアの召喚のためにね、頑張ってね。士官学校でお待ちしております。じゃあ行きますか。なんか能力低いな、トンプソン。意外と能力低い。トンプソン、これなんだ、何乗ってんだ。あれか、補給艦だ。だよね、補給艦か。回避が高いキャラクターっていうので確か選ばせた、選んだはずなんだけど。低くね？まあ、36、まあ、ある方か。いや、一番高いな、ローリングスさん。いや、まさかだわ。レベル2だったはずなんだよね。ローリングスさんが。ローリングスさんがレベル2で、ワイマがレベル1だったんだよ。何このさ、ありえないだろ。なんだこいつ。なんなん、どうしたんマジで。いやー、でもなんか最終的にめちゃくちゃ強くなるっていうのも見たかったけどな。まあまあ、見ずに行く、見ずに行くか。これで行こうか。名残惜しいですけどね。セーブして、で、セーブしていくよ、これは。マジ40レベル以降最強みたいな。ワイマン。あるけどね、その可能性ね。じゃあ、ここにセーブして。10レベル上がって最終決戦。ストーリー38。スパロボ D ぐらいの長さやな。よし。じゃあ行きましょう。ウルリヒ艦隊撃破。よし。そして、ここから始める真のイブコア、行きましょう。お？イベント？最後だからムービーぐらいあるんじゃないの？ムービーかお話か。声付きで。久しく聞いてないからな。よし、全艦隊、全艦戦闘態勢を取れ。はい。おい、何でもかんでも通信入れてくんな。何？ウルリヒだと。投げー。おお、結構。お初、ウルリヒ見りゃ。なんかもうちょっとさ、マッドサイエンティスト的なさ、キャラクターかなと思ったけど。結構、活かしたおっちゃんやな。もうちょっとなんかね、ねじ曲がった少年の顔してるんかと思ったけど、違かったわ。いい顔つき。はい。あ、そう、ハルくんです。同窓生だとサレス待ってるからよく話を聞いた。あいつ話してんだ。サレスもこっちいるんだろうな。どうすか、いいっすか、ダメ。あ、いいの、意外と向こう、向こうに向こうのプライドがある中でよく。無論決まっておろう。ブルトコッホがイブコアの実験を握るためだ。イブコアの実験を握る？イブコアに実験はないはずでは？ブルトコッホが独裁国としてイベルカーズ条約同盟国の上に君臨するという意味ですか？まあね、武力って意味では、
っぱお金つぎ込んでそうだよね、そっちの面。イブコアは名前だけのハリボテ。いや、それはでも、アッシュラのせいではねえでげすよ。まあ、そうっすよね。上もちょっと苦しいものあるよね、それだけで。統率は取れないもんな。そうっすよ。ああ、そういうこと？仲良く手をつないで、みんな一等賞じゃなくて、もう、一国だけがもう全て持った方がいいっていう感じね。でも、イブコーは、その、手をつないでみんな一等賞みたいな方向だから。まあ、それ合わんわな。そんな全世代的な意見を。変えられないんだろ。100年変わらんかったらそれはそうなるわな。仮にだってね、ウルリヒがこんな行動取らんにしても、他のね、それこそ第2第3のウルリヒみたいなやつが同じことをやる可能性あるから、今ここに決着つけるのはもし早い方やったかもしれん。今ハルバラン氏がいる間にこの戦いが行えたのは良かったのかもしれないな。あんなウバス山同然の近く、そんなこと言われてんの。でもイリナがいたよ。どういうこと。ああ、あえてあれか、能力を上げさせるために、身につけさせるために士官学校に入れさせたのか。分かってきましたよ。みんながあなたの考えについていけるわけがない。いやー、まあ親族とはいえど、なんか実の親じゃないからな。実の親よりかは歯向かいやすいかもしれない。はい。いや、でも、それでもいいんじゃない？自分の死によってな。怖えー、こいつ。はい、なんすか。君の考える理想が、この銀河に唯一無二の正義だと思っているのなら、それは思い上がりに過ぎない。絶対的な力による平穏も、君の考えの対極にある、もう一つの正義だということを覚えていてほしいものだな。そんな、なんかでも恐怖政治みたいなもんだからな。うん、そうなんですよね、結局俺がルールだって言われてんでしょ。怖すぎる。検討になる。運動会じゃないんだぞ。そんな平和なら来ない方がいい。よし、これでちょっと揺れ動いたらやばかったわ、さすがに。久々イリナの顔が見てえ。俺しばらく声を聞いてね、文字を見てない。来たー。お互いで健闘になってるわ。さて、ウルルヒの野郎に人を吹かせてやろうぜ。やろうぜ。さあ、で、横槍入ってきそうだな、模擬戦の通りに行くのであれば。もしね、もし模擬戦の通りに行くのであれば。あのさ、これがウルリヒかな？みんな眼光か。なんでこんなまばらなんだ？急にダイナで起動かんできた。じゃあお前だけは、シガー構えていてくれよ。6個反対じゃなかったっけ？あれ？これもしかしてまだウルリヒいないか？ちょ、待て。これ途中からサレスが来るんじゃないか？これがウルリヒだとしたら、そのロッチェスがさ、横槍入れてきて、おいおいおいみたいな感じになった通り、ように、このパターン、大よりアリマンジェロ。どうしようかな。まあでも、やることはあんま変わらんかな。前に出て、横槍を入れ続けると。間違えた。
T 字ってどんぐらい動けんだろう。同じくらいか。慣れてないよ、他のキャラクターを動かすってことに。あ、じゃあ慣れてねえでゲス。はい。で、もう怖すぎるな。でもこれ使えて、こう横列に変えて、おい戦ってやるよ。カモン。向こうが届くのか。オッケー。これはサレスの艦だな。確かサレスの艦には空母にネームドキャラがいたはず。ほらフロントス大将。はずるくね、58とか。待て待て、なんでお前そんな高い、かっこよすぎるだろ。クルーが 60!?14! なんだこいつ、ふざけんなよ。はぁ、舐め腐れよってから。要は何だこの戦闘機、何のために存在してんの。びっくりしたわ。ただそれ以外がやっぱネームドキャラじゃないから、一石ずつだな。これは一石ずつ殴りましょう。まあ、正直後ろのベンジャミンとみたいな。やりすぎだろ。なんでこん、やばいな。まあ、次俺のターン。あ、そうなの。なるほど。コム。なるほどね。いや、これはここでいい。で、来たら、やる。いや、お前は受け入れるでいいかな。別にな。はい、やろうね。アッシラですか？これ。これアッシラだね。どっちが来たんだっけ？あ、こっちか。圧倒的にこっちだな。1800だよね。あ、いけたいけた。多分これでいけるはず。そうっすよね。これでやれる？2200？ いけるな。俺もレベル50とかなりたいな。ならしてくれないかな。いや、レベルあんま低くないはずだけど、なんでこんなに命中率あんまない。いや、ある方だけどな。戦艦じゃない方が良かったかな。いや、ここに関してはもう削るって意味でこれでいく。よし、最後もね、少なくとも俺の舞台だけはノーデッド。もうそれを立候補でいこう。それが俺のリブコア、かましていこう。何倒せんかった。ほんでブラが順調がやられちゃう。これ回避率あんまないのか。やばいな、死んじゃうと俺。もう次はイリナミラー、ちょっと見てみるか。アルカナ強そう。あ、ひっくイリナあんま高くないよ。もっと高いのかと思ってた。まあまあまあ、他にいんのかな、ネームドキャラ。あの人誰だろう。あの人どこにいるんだろうな。あの人どこにいるか俺気になるんだけど、ちょっと探そう。戦艦とか分かりやすいさ、やつだったらいいんだけど、もしかしていない？もしかしていない可能性ある？弱すぎだ、戦艦って。何乗ってんのお前。壊れた船乗んなって。あ、戦艦だ。エリート島。なんだこれ。いてくれよ。なんでこんなに戦艦いるのに。エリート島しかいないんだ。あ、ここの戦艦はネームドキャラかもしれない。
リバーサイド、かっこいい。でも川のそば、川のほとりさんだ。どうも川のほとりです。強い、急に強い。なんだお前、イリナより強いじゃないか。ダメージ生きてる、ナイス。いやー、もうレベルね、上げたところでっていう状態だから、もう知ったこっちゃねえよ。倒すよ、俺は。あれ？狙われてる。あー、これ回避だ、全回避。はい。なんで横なんだ、これ。あれ？で、眼光がいすぎて誰が誰だかわからん。イリナとベンジャミン倒されないように頑張ろうか。え？どうなってんの？あ、そうか。4回攻撃されるのか、俺。やばいな、これ。これは狙われた。絶対にやばい、死ぬ。これは死ぬ。これ倒せる。大丈夫？フォトン撃てねえ、くっそ。やばいなぁ。フォトンが撃てねえ、公使館。いる意味あんのか。怖すぎる、これ。しかも、なんと言っても、今までの戦いとは違って、やり直すとき、毎回、やられたねえ、これ。うわぁ。毎回、ウルルキとの対応しないといけない。マジかー。いやー、俺のイブコアのためにやり直します。やるかー。まあ。でも毎回陣形変わるの？あれ？あれ？イリナの舞台って、え？ピージじゃなかったな？まあ、いいか。防衛線変えて。ここがやっぱ鬼門だな。ここどれだけうまく倒せるか。出どころなんで。舞台を二手に分けます。はい。横から攻めるやつ。だって、いや、これはもう、これでいける気がするな。で、こうと、こうや。はい。で、陣形を、横列に変えて、いや、もうこういくしかないっしょ。怖いなこれ。めちゃくちゃ怖いな。はい。さあ。まずこう。そしてこう。で、最後に、こうだ！どうこれ。あ、で、これからかい？関係ねえのか？あとは、戦艦じゃなくて、ミサイル艦に変えてきました。これやれる！火力重視にちょっと変えてきた。これでやれ。これでかすぎる。え、マジで言ってる？やった！倒す。まずこれで一個艦隊撃破。で、この俺の艦隊がやられなければ OK。その誰か一隻。あー、これまばらだな。まばらんしんね。じゃあ大丈夫だ。ってなったら逃げるだけだから。オッケーオッケー、逃げよう。俺のレベルはもう上がらんからな。ってなったら、次は陣形を変えて、防衛陣形だったら後ろ行けるでしょ。で、一旦、こうだね。
届くよね。オッケー。この二個艦隊で、イリナ・ベンジャミン部隊で、なるべく減らす。は？俺これ。あ、これ俺か。誰が春バランシン艦隊か分かんなくなっちゃった。まあまあいいや。な、怖いな。相変わらず怖いよ。まあ2隻はやれるからな、これでな。もうレベル関係ないから、まあなるちょっと多めに狙おう。3隻やれないか、これで。やれなくても、次で倒せるはずなんだよね。やばいな、そんな狙われるか。死んだかも。あ、生きてる。オッケー。そう、横狙ったやつの時点で気づくべきだったな。マジで失敗した。なんで、これはやれるから、絶対やる。絶対やる。なんか2隻で殴るやん。待てよ。したら、3隻殴ろう。怖いから。で、こう。いや、弱いなぁ。マジで弱い。マジで弱い。どん、なんでこんな弱い、そんな弱いことある？ひっく、マジで言ってる？ま、前方が弱すぎる。テネスリード。優しい人たちしかない。オッケー。まあ、あとは、どっから、まあ、右からじゃない限り、絶対倒せるね。右と後ろじゃない限り倒せる。待ってよ。これがイリナか？わけ、誰がどこなのかマジわかんなくなっちゃった。失敗したな。これは引きたい。できれば後ろに引きたい。でも後ろで引けないはずなんだよね。だから、うわぁ、どうしようかな。入れ変更して T 字になって、いや無理か、これはやばいかもな。いや、これこうでこうだわ。これが一番かもしれん。でこう、あーでかい。これ狙える、狙っていいのか。これ狙うか。狙いない、いけるな。無理か、はい。で、空母やる。空母いける、いけないか。まあまあまあ。回避。回避。届かないか。戦闘機。補給艦。補給艦狙ってあれしか食らんのよ。だいたい100とか食らうけどな。空母に対するあれが低いのか、能力が。空母運用ってやつは高かったらいけるのかな。生きてる、ほんで。まあまあまあ。ベンジャミンさんとかがやってくれますよ。へへ。はい。ひたすらやる。ひたすら狙う。誰だっていいんだから。狙えりゃよ。で、補給船を狙う。なんか全然食らったくね。あんな弱いの、補給艦。さっき400とか、与えてたはずなのだが。あ、こっちの駆逐艦やられたな。避けてない限り。あー、やられちゃった。あ、やられたい。まあ、めちゃくちゃギリだよ。相当ギリギリ。これでも後ろ以外は、絶対倒せる。あ、イベントだ。これサレス来たかなー。6個艦隊の、あれで、あ、どうなってるの？あ、これ狙われてんの？これ。これどういう狙い方してんの？両方とも横向いてるやん。そんなことある？横向きながら狙えたの？倒す？サレス来たかと思ったけど、違うんだね。じゃあ、これ空母狙った方がいいのでは？多分倒しきれないもん。どうせ。やれるかな？あ、でも旋回 105% で3000。一旦やってみるか。一旦やってみよう。
で4席でいける ?3000。いや、無理だな。あ、無理無理。空母狙った方がいい。幾分かマシ。だって狙いの補給艦だけでしょ。いや、こうだな。空母でも、倒しきれるかな。もう一回確認して。1530でしょ。2500。いや、無理っぽいな。660。もし前段当たれば倒せるって感じか。信じる？いやー、信じるしかないな。 You believe。 OK。 もう問題なしだね。はい、横列でもうこうや。一個ずらすで方向に変えて、こっちに行きつつこの向き、そしたら一気に逃げれるから届く。届かねえ。まあでもこれでいけるな。オッケーオッケー。防衛陣形って相当先まで殴れるんだな。一方的にいけるって感じか。いやでも、一応生き延びてほしいから、回避は選ぶけど。いやー、こっちだな。なんかしょっぱすぎる、マジで。うん、しょっぱすぎる、マジで。いや、弱っ。辛すぎる。どう、倒せる？あ、無理だな。生き残ってるわ。生き残るな。ほんとに。2360。はぁ。で、一気にこっちまで移動できる。それを利用する。で、こっち向かせる。で、もう、こう。この位置に行って、こう。あ、なんかわけわかんない動きになった。あ、でもこれ倒せるな。届かない。先に行動できるはずだから、これで行こう。倒せるはずだ。そうだよな。オッケー。回避。いや、よく耐えてる、よく耐えてる、マジで。マジでよく耐えてる、これは。終わり。これで、2個、艦隊も倒すよ。そうか、武器が、今回ミサイルじゃなかったか、これなのか。オッケー。え？補給艦が殴ってきた？甘いんじゃない？さすがに。だって普通に攻撃しても0ダメージとかなんだから。なんか知るって、あれ？殴ってました、今。あれがレーザー被ってたのかな？まあでもダメージ受けてない側が食らってるってのはありがたいね。これ俺だよな。これ俺だよな。あ、これ俺か？いや、これが俺か？これが俺っぽいな。一応この向きになっておいて、違うな。これ、荒野艦陣形に変えて、一旦こう。で逃げるやん。で逃げる。いや、これはこイリナはやばい。イリナは絶対にやばい。でもイリナは防衛陣形のままここでもいい。なんならオッケー。あ、これでも狙われないな。オッケー。そしたら後ろ取れるから陣形を変えて、多分これでいけんじゃないかな。一応この向きでこれが理想か。で、ここ激弱。これいける。ベンジャミン、やってくれ、頼む。
届くのかな。あ、届いてるな。けどやることになるな。それか、あ、それかこいつを狙う。そしたらイリナは狙われないはず。イリナかベンジャミンかわかんないけど、狙われないはずだからこっちにしようかな。こっちで戦艦だけを叩く。いけないかこれで。手前は誰も殴れないから、これキャミの一手来たかも。でも倒せる自信はない。なぜならキネスリード兵は弱い。いやー、まあ命中重視でいくか。まあ倒せんくてもいい、別に。まあ、ベンジャミンがいるから、ベンジャミンかけてますけど、はい。なんでこんな弱い、びっくりした俺。はい、激ユニー来たー。お、かっけー。なにそれ、ケニスリードの武器かっこよ。倒したー。これは作戦勝ち。ケニスリードの補給艦がやられたかもしれん。生きてる。ナイス !60? 食らいすぎ。OK。残り2つよ。あ、イベントだ。イベントが戦闘。戦闘か?ほら、こんなんでなんで戦闘させる?意味がわからないんですけど。なんで?血の気立ちすぎてよ。ちょっと待って、おかしくない?こんな出会い、戦い方ありかよ。じゃあ減らすか。一隻は減らせるよ。ここ減らす?減らしてやろうか。なあ。で、誰がどう、誰に殴ってるのかわからん。はい。これでいいですか?相手クーボがいるな。でも、クーボ誰狙うの?補給艦?あー、回復しときゃよかったな。死にはせんと思うけど。はい。生きてる。ちょっと耐えたか。2200とかだよね。中旬、多分。これで攻撃してくんの、ね、やばすぎるだろ、こいつ。ふざけるな、ほんとに。何をやってんだ、ほんとに。考えが、ちょっと甘いんじゃないか。あ?嘘だろ。届かないか、これ。あー、届かない。誰も届かない、これは。実行します。え?なんでこれで殴れるの?待って、これもしかしてさ、これウルリヒ?そういう能力持ってる?じゃあ、どういうことだよ。意味がわかんねえよ。なんでこれ狙えてんの?みんな回避だもんな。意味が分からん。こんなん狙ってくんだって。同じ方向向いてるやん。いるこまでもしてんだ、こいつら。やばい。しかも狙われてる。ベンジャミンが結構狙われた。あ、危ない危ない。でもセーフ。補給艦あるからね。逃げ切れる。まだ大丈夫。これ狙ってきたの?目良すぎだろ。何合いだよ、それ。おはよう。何合い持ちなの?まずいか、これ。あー、これはまずいね。これはまずいよ。つり。狙われちまった。つい狙われた。つい狙われたけど、待てよ。で、あとは回避だ。ボコボコにされる、これ。攻撃できるけど、できないから。あれ、もう、できないと思ったから。あー、大丈夫か、これ。結構食らった？いや、やばい！うわー、マジかよー。ここに来てやり直し。